最初のテーマはバルミューダ起業まででの道です先ほどねご紹介にもありましたけども、はい、バンドマンだったというねそう、うん、でもそのんでしょうね音楽との密接な日々がなかったら多分今は作ってないだろうなっていう商品がいくつもありますよねいやすべてでしょうね、うんお 確実に関係してるなと思うあの音楽時代に学んだこととか、まあはい、その前の,あの「放浪の旅」もそうですけどスペインとかイタリアとか、はい、モロッコとか回ったんですけど17の時だったんですよ、はい、高校中退して行っちゃったんで,、うん、でとっても多感な時じゃないですか、はい、なのであの時見た美しさと感じたものとかはやっぱり今のデザインの元にもなってるし、うん、その後の音楽って あの活動っていうのも物の考え方ととかだいいぶ影響を受けてるなと思います僕もあの社長ほどじゃないですけど、はい、音楽はやっててなんとなく分かるのは、うん、なんか音楽って目に見えないから感受、はい、性でいろいろストックしたものをまた自分でアウトするっていうことに関してはまあ近しいというかなんか自分が経験したものを形にするっていう意味だと。 大枠で言うと、そんなに外れてないような気もするんですけどね。あのプロダクトに関してもね。あなので同じなんですよね。同じですか。全く同じだと思います。うん。だってバンドマンも曲を作って、アルバムを作って、ビジュアルも作りますもんね。やりますね。コンセプトも考えるし。はい。まあ、バンドのそのもののコンセプトも考えるじゃないですか。うん,うん。うん。全く一緒ですね。なんで音楽をしようっていうふうに思ったんですか。いやー、スペインから帰ってきて、19歳だったんですけど。はいはい あの恥ずかしながら「俺何でもできるな」って思っちゃった <laughs> <laughs> 何にでもなれるなこれはって思って帰ってきました、えー、でまずとりあえずロックスターにでもなっとこうかって思ったんですよまあ大間違いだったけど <laughs> でも10年やったからなれないっていうことに気が付いたかな <laughs>、はい、本気でやってできないこともあるなっていうとっても大事なことに気が付きました <laughs> <laughs> <ー>じゃあ次何やろうか で,でクリエイティビティの炎っていうのは燃え盛ってるのは誰よりも自分が分かっていたんで、うん、じゃあ今度はこのクリエイティブしたいっていう気持ちとあと何を結びつけようかって言ってものづくりに入ったんですよね<ー>バンドのその時って、はい、コンピューターを使っては言いましたか言いました後半はなるほど、はいじゃちょっとそこで敷居は、ね、下がってるかもしれないですね<ー>そうですねあのコンピューター使ってちょうど あのまあ、もっと前からありましたけどインターネットで情報収集できるっていうのが本格的になった頃だったんですよね、はい、あの技術がなければ今バルメダーなかっただろうなと思いますあこれはこういう加工方法でできてるんだとか少しずつこう身につけていったんでねん音楽もね同じかもしれないですけどその家電には家電のマーケットがあってそこの。 やっぱり最初に商品を出すとかっていう時に分析とかね、はいろいろ本来的に会社でいうとマーケティング部があってデザイン部があって結構いろんな人たちがあと電子の設計の人がいていろんな人が多分トラックを組んでやるようなことを多分社長は最初一人でやったわけですよね一人でやりましたそこのパワーはちょっとね凄まじいなと思うんですけどまあ音楽で負けてたからじゃないそれを取り戻すというか。 うーん絶対自分は何かできるんじゃないかなという思いがどうしてもあって本当にそうじゃないって全く思えなかったんですよだったら自分に証明しないとなと思って必死でした、ねはあ、あのバンドって多分、えー、マーケティング、まあ、さっきトムさん言ったように。 マーケティングで市場調査してコンペティター調べてえ穴見つけてそこに商品投入しようっていうのがまあ多くの企業がやってるものづくりとか開発の手法なんですけどバンンドは多分最初にマーケティング調査しないいと思います4人なら4人集まってもう出ちゃった音が多分バンドの音なんでつまりやりたいことから始まってるっていうのがあるべきロックバンドの姿だなと思っていてまあ今でも絶対に。 そこは譲っちゃいけないなと思っていることは、うん、自分たたちがややりたいことをやる、うん、人々が今こうじゃないかって予測して、まあ、もしくは聞いて回ってっていうこともよくあるんですよ、はい、企業では。まあ、我々はそれをやらなくて、うん、俺たちこういうの欲しいんじゃないかっていう仮説立てて、うん、少しずつ試作重ねて、うん、であやっぱりこうじゃないこれだねっていうのを世に出してる、うん、それは毎回のことですね。 なるほどだからこそなんか人の心を動かすじゃないですけどすごく目に留まるというかこう一つポイントがあるような商品が多いなっていうふうに感じるのでやっぱりそういう熱い気持ちが届いてるのかもしれないです多分あのー、ね人の心を動かせたらとっても幸せですけれども <laughs>、はい、なんですがやっぱり、えーまあ、我々が。 思っているのは、はいう、もし違うと感じていただけた場合、うん、その根源は本気が入ってるからだと思う。なるほどね、というふうに自分たちでは思ってます。あ,<ー>ありがとうございます。ありがとうございます。その熱いバンドマン魂が、うん。うんうん こもってるっていうこと今すごく聞けてあの納得しました私も、ね、あのパン焼くときすごく楽しみなんですよ、うん、なんかそういったこう人の気持ちを動かすことってやっぱり作ってる側の気持ちも動いてるからこその、ね、ああいうワクワクなんじゃないかなっていう風うにアルミナのトースターでしょはい あるねチャンネルがあってねフンごとにね、はい、そうなんです、ね、<laughs> あとあの音がいいですねチカちカっていうね<笑><笑>いやもう本当にそうですあの水入れるのとかもすごい楽しみです,そ,ですそのねここの商品のこだわりに関しては <laughs>、はい、次週お届けしたいと思いますお,お楽しみにですねで今回はこの授業は終了でございます <laughs>、はい、ありがとうございましたありがとうございました